ツヤ、オラたちだな。え、あ、はい。頑張ろうぜ。は、はい。よろしくお願いします。それでは第二試合を始めます。第二試合の対戦は孫悟空選手対ウーブ選手です。孫悟空選手は過去数回この天下一武道会に出場し、なんと優勝経験までもある超実力派の武道家であります。私の個人的な予想では、今大会出場選手の中での実力はトップクラス。ミスターサタンの一番弟子ミスターブーとの白熱した試合が期待されます。対しますウーブ選手は南の島からはるばるやってきた10歳の少年です。5人兄弟の長男で、幼い弟や妹の面倒をよく見る頑張り屋さん。今回はどうしても賞金が欲しくて思い切って出場したそうです。あら、かわいそうにね。せっかく遠くから来たのに、よりによって相手が孫くんだなんて。今回一番注目の戦いだな。さあ、準備はよろしいですね。それでは第2試合始めてください。そう緊張すんな。実力が出せねえぞ。はい。どうすっかな。しばらく戦ってれば緊張もほぐれっかもしんねえ。とりあえずやってみっか。レベル差結構あるわ。あ、でフォルムチェンジできないのか。いや、これはだいぶ差があるよ。むちゃくちゃ楽勝。これ変身できないのがちょっと残念だな。そうか、地上バトルは無理なんだ。これは余裕すぎるよ。おめえだってすぐ倒してやるからな。この岩虫野郎、おいら弱虫じゃねえ。おこれバーストするけども、したところだよな。どう攻めるつもりでしょうか。よし、ダメだ。お母さんもかかれじゃない。じゃない。そうだろう。すごい木だ。よし、こっからが本気か。え、常にバースト状態。いや、そんなわけないでしょ。常にだったら結構やばいぞ。危な。全然ひるまない。おいって。どうした？そんなもんじゃねえだろ。あ、オッケーオッケーオッケー。でもずっとやるわけじゃないのね。地上バトルは
威力が結構むずい。あ、でもああ資産持っていきたいけどな。いける、あよし、オッケーオッケー、あぶね、ちょっとダメージ与えてスタンチを戻さないようにしよう。オッケー、なになに、オッケーオッケーオッケー、あーで、ここでまさかの、気力切れとは、まあまあいい、あと一発ぐらい入れるでしょう。オッケーオッケー、十分十分、おい、最後の最後来るか、やべ、待て待て待て、あ、ダメ、ひるま、おい、結構やばいかもね、普通にダメージもろにもらっちゃうと。おい、この人、そうか、おめえまだ空の飛び方も知らねんか。無理もねえよな、師匠なんていねえし、そんなことを考えたこともなかったろ。え、さっきは悪口言って悪かったな、許してくれ。おめえの実力が知りたかったんだ。ああでもしねえと本気出してくれそうになかったかな。やっぱおめえはほらの思った通りのやつだった。さすがだ、すんげえよ。だけど力の使い方がなっちゃいねえ。こんな風に戦ったことなんか初めてなんだろう。ううん、そうだな。よし、決めた。
オラがこれからおめんちに一緒に住んで叩き方を教えてやるよ。そうすりゃおめえはもっともっと強くなれる。え、でも無理だよ。オイラんち貧乏だから。だから賞金欲しくて無理してここに来たんだ。平気平気、金なら心配すんな。オラがミスターサタンからもらってやっからさ、あいつヒーローっちゅうことでやたら儲けてっからよ。でも遠慮することはね。それにこれからもしもっちゅうことがあったときに平和を守るのはおめえだからな。へえ、ちょっと待ってろ。あのさ、オラあいつを修行してやりにあいつっち行って一緒に暮らしてくるわ。何年かかるかわかんねえが、たまには帰ってくるからさ、よろしく頼むな。あのお父さん、一体どうして。じゃ、お父さん、さあ、行くぞ。背中に乗れ。はい。おめんち、南の方の島だったな。しっかり捕まってるよ。やっほー。行っちまった。久しぶりに見たな、あんな嬉しそうな悟空は。カカロット、貴様の魂胆は分かっているぞ。あのブーの生まれ変わりのガキを修行してやるのはただ平和を守るためだけじゃない。うわー、ナウブ、おめえが修行して完璧になったらオラともう一度二人でちゃんとした試合しような。はい。本当言うとさ、俺はそれが一番の目的なんだ。ワクワクしねえか、アウブ。すげえ強いやつと出会うなんてよ。はい。だよな。もっと強くなっちゃう。はい。違う違う。おおって言うんだ。